フランスにおける典型的なオードブルオードブルとは、フルコースでスープの前に出される最初の料理を意味する。直訳すると、フランス語で時間を空けるすなわち、食事の始まりとなる。食欲をそそることが目的であるため、量が少なく塩分や酸味がやや強めのことが多い。伝統的な西洋料理以外一般では、前菜、アペタイザーという。ただし、アペタイザーは、 前菜や食前酒など、主菜の前に提供されるサービス一切を指す言葉であり、英語圏においても、コース料理等の前菜は、オードブルと呼ぶのが普通である。初期のフランス料理では、コースの最初ではなく、日本でいう、お通しのようなものであった。客の到着から食事の準備までが長時間の場合に、オードブルが振る舞われ、食事を待つ間、客をもてなす。レセプションや、 カクテルパーティーなど略式のイベントでは立食式オードブルのみが出されることもある。オードブルは着席式の食事の一部としてテーブルで出されることも着席式の食事の前に出されることもある。オードブルにはウェーターによって席に運ばれるテーブルオードブルまたはバトラースタイルがある。メインコースの前に出された料理はすべてオードブルと言えるが一般には オードブルという故障は調理された商品に限定され、クルディテ、チーズや果物はオードブルとは呼ばない。例えば、マスカルポーネゾエプロシュット包みのイチジクはオードブルであるが、大皿に盛り付けたイチジクはオードブルではない。ケータリングされるオードブルには、冷凍されたものと新鮮な手作りのものの両方が含まれる。一般に、新鮮な手作りのオードブルはより香り高く美しく、 高価である。オードブルよりも大きめの前菜やコース料理の中の最初の品は北米以外ではアントレと呼ばれる。米国で一般的なオードブルには以下のものがある。大京料理では大湾と呼ばれるテーブルに多くの料理が並べられたとされる。室町時代に確立したとされる夕食料理では初橋及び天と呼ばれる前菜から料理が始まる。 同じ室町時代からの本膳料理では、複数の料理を膳に乗せた単位で提供され、本膳を中心にしたメニューとなっている。そのため、本膳以外の二の膳、三の膳、四の膳、五の膳などがオードブルとなる。解析では、はじめにおきに飯、汁物、無香漬けと呼ばれるナマスや刺身の三品がまとめて提供される。はじめに飯と汁とを食べると、 酒も提供され、それから向こう漬けを食べるように順番がある。この向こう漬けが前菜に近い。懐石料理では、先漬けと呼ばれる前菜から料理が提供される場合が多い。居酒屋などでは、先漬け、お通し、突き出しなどと呼ばれるオードブルや前菜が提供される。日本ではパーティーなどで出される酒のつまみや、 軽食類を盛り合わせたものを指してオードブルという。仕出しのオードブル容器は円形で中央に器があり、そこから放射状に6つから7つ程度に仕分けられて隠し切りに皿が配置されるもので、プラスチック製のものはサークルトレーとも言う。ありがとうございます。